ヤッポニーパニャイシーです。ピッピヒグチです。はい、というわけで今回はの前に服がね、気づいちゃった気づいちゃいましたか、このピッピヒグチ T シャツ。おお、ダメ。作ってもらいました。マジ、うん、なんか、うん、ポニータ T より衣装が凝っているというか、この前のね、はい、チャンピオンズリーグ千葉公認大会にも来ていって、うん、はい、結構声をかけてもらえたんですけど。本当にいいでしょう、ちょっと嫉妬しちゃった、ちょっと欲しい。というわけでじゃあ本題いきます。今回ですね、対戦をしていくんですけれども、新しくね、カツラのクイズ書というね、カードがポケモンカードジムで手に入ると。今回はこのカツラのクイズショーをお互いに全く同じデッキを使って対戦をしたいと思っております。まあ、技名をね、覚えちゃったらいまいちあれなんで、猫日和という技を持っているポケモンたちを大量に入れたデッキを使って対戦をしていきます。この企画専用デッキって感じですかね。はい、チキンレースみたいで楽しそうですね。いいですね。早速じゃあやっていきましょう。お願いします。バトルスタート。お願いします。はい、1枚引きます。ネストボールニャースを出しますさらに第5の決断を使って番を折ります。お、持ってくるカードはこの3枚を加えます。はい、はい、ピピもはい、山札引きます。ピピの番はネストボールで、何そのピピって言い方、なんか可愛いかなと思って。猫日和だからちょっと可愛くしてみようかなちっちゃいツオ、両ちっちゃいツオじゃあ僕の第5の決断使っていきますよ。ワン、ツー、スリー、フィニッシュ、マイターン。1枚引きます。はい、ネストボール。じゃあ見た目のプリズムスターを出します。なるほどね。さらにペルシアに進化します。カツラのクイズショー。正解なら相手の方が4枚引く、不正解なら自分は4枚引くと。はい、レッツクイズショー、いきます。はい、猫日和、これはニャスパーだズビーわーっと4枚引きます。イエーイ、何だろう絶対で、回収する。はい、はい、で、ニャスパーを出します。はい、かじりつくで60ダメージで倒します。はい、はい、メタモンプリズムスター出します。ほう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 。じゃあ引きます。はい、ここはまずペルシアに進化させます。はい、マックスの作戦使います。倒してくれたらね、使えちゃうんですよ。なるほどなるほど。マックスの作戦使っていきましょう。カツラのクイズショー。おこれで、うん、このポケモンなんだ。わざみなっちゃう。ミニあ、猫日和忘れてた。多分それでニオニクスだったらこれがね、進化してる可能性もあるんだよね。うんうん、考えるとニオニクスとニャグ以外のポケモン、ニャルマ。ニャルマ残念、ニオニクスだ。ニオニクスか。4枚引かせていただきます。じゃあ手札に戻して、もう一回いきましょう。カツラのクイズショー、いきます。こいつです。はい、ニオニクスはもうないと打ちかけて、ニオニクス残念、ニャルでしたじゃあまた4枚引かせて。やばいな。でですね、ここで満を持してニャオニクスに進化。なるほどね。で、猫日和使います、はいはい、自分の山札を3枚引く、その後このポケモン眠りにする。やばいな。え、じゃあ一気にこの番11枚引きましょう。やばいね、うん、ポケモンチェック。やばい、あいつは完全にあ、裏完全にあれしに来たな。ポケギア 3.0。 はい、7枚いきます。マッチ石の作戦を加えます。ウザメーニャを使って第5の決断とカツラのクイズショーを回収します。はい、かじりつく。はい、60。どうぞ。起きてお願い。え、なんで起きてくんだよ引きます。さあ来い。マッチスの作戦を、うん、じゃあカツラのクイズショーいきます。だーれだ技名は猫日和ニャビ。残念、ニャースでした。あー
前引きます。やべえ、当たんねえぞこれ。ベンチにニャスパー出します。ルーザーミーネを使います。カツラのクイズショー2枚回収します。なるほど、番終わります。はい、ポケモンチェックです。起きてね。寝れ、めっちゃ寝るやん。ここね、じゃあカツラのクイズショー自己より多分一番入ってそうなのはペルシアに進化しなくちゃいけないから、ニャスニャスパー。あーそう、4枚いく。ここ4枚引いて大きかったね。ニャスパー回収します。じゃあ持ちます。はい、ハリスク。やーべえ、別です。はい、こっちはもうね、倒しに行くよ。じゃあレスキュー単価でニャオニクスを手札に戻して、やっぱね、マックスの作戦でしょ。おお、カツラのクイズショーいきます。じゃあこいつで技名は猫日和です。多分ね、一周回ってニャオニクス。残念、ニャビーでした。さすがに3回目ないだろうと思って、じゃあ4枚いきます。なるほどね、なるほどね。はい、ここでじゃあさっきねレスキュー単価に戻したニャオニクスに進化させると、ルーザーミーネいきます。カツラのクイズショーとマチスの作戦、猫日和。はい、はい、3枚引いて眠りと、はい、ニャンいきます。うらっ、めっちゃ、よしよしよし、一枚いきます。一旦ここは一旦あえて何決断するかは終わりですか。ポケモンチェック。起きた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 、やったー、いきます。はい、マックスの作戦、カツラのクイズショー、ニヤビー。あーやばい、おー、そんな、イエーイ、4枚ゲッツ。ルザミーネ、悔しい。はい、カツラのクイズショーとマックスの作戦手札に加えます。猫日より3枚引きます。で、番眠らして番終わりです。うわ、眠り、はい、1枚引きまして、カツラのクイズショー、ニコビオチェ、ニャスパ、ニャス、あーじゃあ4、はい、4枚いく。はじりつく60。はい、どうぞ。あ、26枚か、うん、ちょっと怖いね、26ちょっと怖いね。ポケモンチェックいきます。はい、裏、じゃあ引きます。はい、27枚からのマックスの作戦、はい、カツラのクイズショー、はい、だーれだ、技名は猫日和、ニャス。残念でした、ニャオニクスでございます。で、これで29枚と、で、28枚で、カツラのクイズショーいきます。はいはいはい、じゃあこれと誰だ、技名は猫日和、ニャビ。残念でした、ニャスパーでした。これ32になると、32になります。え、これ普通にやばいね、普通にやばいよこれ。32になって、で、これで番終わります。はい、裏です。はい。マジで起きないやん。1枚引きます。打ちます。はい。勝ったらクイズショー。お、猫日和。にゃ、うん、おで、回収しますと。はい、これで、29、30、30、32枚ね。猫日和。1枚引いて眠り。え、裏、引きます。はい。勝ったらクイズショー。はい、ここで勝負でね。ここで俺が当てればほぼ勝ちって感じ。さあ来い。32枚ですよね、うん、この人誰だ、猫日和、ニオニクス。残念、ニアルマでした。4枚引くと、4枚引くと、あれ4枚ない。あれ4枚ないんだよ。あ、とりあえずアンノン出しておきますね。はい、34枚ポケモン入れ替えをして、はい、はい、アンノーン出します。はい、バン終わります。はい、ハンド失敗ね。はい、ハンド失敗、どうぞ。じゃあ、最後に決めちゃうか。カッツァのクイズショー、このポケモンにします。はい、うい、猫日和、猫日和。はい、でもこれは、あれじゃないですか、やっぱりニャビー。あら、4枚引きます。はい、あれ、ということはニャルマンは、ニャルマン回収して、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30、30、30、30、35、30、37枚、36枚、35枚。わー、アンノンハンドを使います。35枚までハンド発動して勝利です。いやー、悔しいなー。ポニタイチも結局6枚取って勝つプランを途中で諦めまして
あ、これ絶対間に合わないわと思って。結構これも楽しいんでね、あのぜひ皆さんもいい勝負になる、はい、同じ的2個を使ってね、猫日和カツラ対決遊んでみてください。はい、また次回。